やっぱ就業のチャイムは嬉しいんだな。やっぱ救いの鐘の力は絶大でしたな。泣いとる。私の花が救いが枯れていく。しまった。俺も持って帰ればよかった。何個か。悪党はどう考えてもあなたでしょ。どっこいどっこいよ。フラームにとっては違うんだろう。本当に自分が正しいと信じてるように見える。そうでもしないと自分を保ってられなかったんでしょうか。哀れな人ですね。悪いのは私なのか。いや違う、魔法だ。魔力が魔法があの子を奪ったんだ。だから私は魔法書を消して世界に平和を。悪いのは私じゃない。はぁ、期待を裏切らないテンプレ自己保身オツです。みっともなくて聞いてられませんな。魔法がなくなればみんなハッピーなんて本気で思ってる。だとしたら大草原不可避ですわ。平和なんて簡単に語っちゃったけどさ、そもそも平和ってロロ氏にとってもだよね。それをみんながとか世界がとか宗教で学者語られてもこっちはポーカーなんだが。正論だな。だいたいさ、魔法を消すのは弟のためだってずっと言ってますけど、そんなことを弟が君に頼んだわけ？弟の願いを勝手に捏造して自分の爪法師使うなよ。別に罪悪感を背負い続けるのが悪いって言ってるんじゃないから。いなくなった人のことを思い続けることが間違いだとは僕も思わない。でも君がやってることは弟のためなんかじゃなく自分のため。そこを勘違いするのは虫が過ぎでは。ロロ氏が救いたいと思ってるのは弟でも世界でもなく自分自身でしょ。何その今気づきましたみたいな顔。本気で自覚なし。どうしようもないね。まあ無理もないか。凡人には簡単に解析できるものじゃないでしょうか。まあ一回な、6章で自分自身がそうなってるからな。弟のために世界滅ぼそうとしてるかな、こいつ。俺はちんたら歩くんじゃねえ。君たちに人を信じる心はないのかね。さっき不意打されたしな。君たちの仲間かね。いえ、そういうわけじゃないんですが。まあ仲間っちゃ仲間かもしれませんが。おーい、はっ、これはまさかこの音は。ガゴいる。俺たちのガゴいるが、ガゴいる。救いの鐘で魔力が戻ったんだな。お、元の通り動いて流せる特別なガゴルだ。彼に会いに行ったのか。一体なぜ。でもちゃんとガーゴルに彼って言うんだな。マレウスの推しでして。推しなんだそれは。あ、ガーゴル研究会を作るほどガーゴルが好きなんです。ガーゴル研究会。まあよかった、全員引くよね。俺も引いたし。すごい違いが分からない。個性豊かな動くガーゴルがこんなにたくさん。これ集合写真撮ってやれよ。もうそれに、そっちの燃えてる髪の人とメガネの人、アイデンティティが少なすぎる。マレ、それにイデ、そしてアズ、じゃあ俺はコジで呼んでくれ。もし相性ですか。どういう距離の詰め方。一番陽キャかもしんねえわ。それにロロが取り返しのつかないことになる前に止めることができた。私なあロロ、俺たちいつでもここにいるからさ、悩みがあるなら話し相手になるよ。一心相手に話しかね、バカバカしい。ギロリ、まあ考えておこう。本当に本当にありがとうな、マレ。ああ、いいんだ。お前たちがそんな喜んでくれるなら、マレも嬉しいぞ。我みたいに言うなよ。マレ！今自分のことマレって言いました？
マレウスさんの表情がデレデレだ。やっぱ推しに会うとこんな感じなのか。よかったよ、もう帰んないかと思ったマレウス。ここに住むかと思った。外壁を滑り降りた方が早かったと思うんだが、塵焼けちまうよ。お、もう完璧にガーゴリにおかぶ奪われたやつだな。マリウスも今思い出したろ、こいつらのこと。ああみたいな。僕もお前たちのことを信じていたぞ。本当に？僕の護衛であるシルバーとスベクならこの窮地を乗り越えるだろうとな。本当か？もうガーゴリで頭いっぱいあったろ。救いの鐘の音で目が覚めた時には、まあ、骨が消えていました。でもロロ会長の姿がどこにも見当たらなかったので心配で探してたんです。まあ一応ね、やっぱ指示はあるんだな、こうやって。それは僕から話そう。あの赤い花の正体は魔力を奪うグレンの花。そして昨夜突如として花が現れた原因は不明だ。花を根絶するためには救いの鐘を鳴らせばよいと知り、僕たちはここに来た。町に鐘の音が響き渡ると、たちまちグレンの花は消えた。名前の通り素晴らしい魔法道具だな、救いの鐘よ。マリウス様。ですが事の発端は、すごい、マリウス空気読めるんだお前。そうだったんですね。会長も危機を察して鐘楼に。いや、私は、ロロさんも鐘楼の最上階にいましたよ。そうそう、確かにセシャラルも早くとついていましたな。確かにな。まあ嘘はついてねえからな。まるで伝説の正しい判事みたいですね。ノーブルベレ会長にロロ会長がいてくださってよかった。僕たちは、会長は僕たちの誇りであり憧れです。私はお前たちを一つ頼まれてくれるか。俺てっきりなんか天然で暴露するのかと思ったわ。意外に空気読めるんだなお前。哀れな男と見くびっているのか。余計なお世話だ。すぐ怒るなこいつ。マリウスさんがそのように優しい男ではないとロロさんはもう十分に知ってるかと思いましたが、ろくでもねえやつしかいねえからな、ナイトレベルの感じ。見くびんなよ。己の悪事を告発するか、それとも知らないふりをし続けるか、その判断をフラーム自身に任せよ。生ぬるいことを言う。ならば黙っていればいいことだけのことだ。そして私は罪を免れる。ああ、それもいい。お前はそれで自分を偽り人を騙すことができるだろう。だがこのノーブルベルカリッジでずっとお前を見守ってきた救いの鐘をごまかすことはできないぞ。救いの鐘？そうだ、あの鐘を大切にしていたんだろう。それを悪用しようとしたこと、反省するもしないもお前次第だ。全てを告白しても沈黙を告げても後悔する。どちらを選んだお前はひどく苦しみ、その心はこ炎に焼かれ続けることだろう。これ以上にフラムを違うか。なるほどな。確かにお前たち悪党は人を苦しめる方法をよく知ってるようだ。お前たちもそれでよいな。マリウス様、ロロフラムの両親に問うというんですね。なんと立派なご判断でしょう。俺もそれが一番いいと思います。うん、誰にも異論などあるはずがありません。大げさですね。というか大切なことを忘れじゃないですか。何？舞踏会ですよ。もう忘れてた舞踏会なんか。二日目の夜、今日の夜です。中心しろ。ただですね、グレンの花があれ大事になってるのに、それが主催であるノーブルベル会長の生徒会長の視察だと分かったら絶対に舞踏会中心になる。
というわけで自白するのは僕たちが帰った後にしてください。ああ、そうしろ、フランブ。なんという自分本位な者たちだ。まあ、俺たちは楽しんだからやってくれ。そこまでして舞踏会がしたいのかね。したい。マリウスさんがこうしたってんだ、やれ。やからしかいねえ。こんな後に踊るのかい、みんなで。ああ、今回の危機的状況を救ったナイトレイヴンカレッジ生たっての願いといえばみんながなくすだろう。舞踏会は実施しよう。あれ、イデアのこと聞こえてない言葉。なんでこれは民主主義か。イデアの意見全部無視されたな。結局あれをやるのか。あ、そういえばなんかあったね。なんか3年生でなんか出し物みたいなやっぽかったもんね。あんな長時間放棄で飛んでいたのだからとても疲れてるんだろう。無理もないさ。ケツも痛いだろうしな。僕はたっぷりと眠らせてもらったから少しでも眠たくないけど。わはははは。危険すぎる。まあそうね。まあエペル魔力を失ってもな、うちの寮で引き取るから。飲食中全部提供するから、エペルは。なんだったら最悪リンゴ農家の方に俺が行ってもいいし。いっぱい食ってたっぷり入れたらよくなったぜ。一番かもしれんの、それが。少年ジャンプみたいな直し方。まあこいつら方向を上げながら草むしりをしたんだけどな。まあ大変だろうけど、うおーって言いながらむしゃむしゃちぎったけど草を。君の健闘を叩いてお茶会を開かなくては。僕のためにお茶会を。すげえ嬉しい。くじけそうな私を鼓舞してくれたあの輝き。もう何でも快感になってるな。ルーク。歌いながらグレンの花をむしってましたよ。見てえなあそれ。何でもやれるもんな、ルーク。泣いてる、なんで？情緒どうなってんの？今回の武勇伝を早くビリウムに聞かせてあげたい。きっと彼のハンカチも涙に濡れるよ。いやー、めちゃめちゃルーク好きなんだけど怖いんだよな。シンプルに。なんか、ウツボ兄弟とは全く違うベクターの怖さなんだよな。なんか、ウツボ兄弟の怖さが、この海外の洋画の怖さだったら、ルークはジャパニーズホラーなんだよな。うわーみたいな、ゾッとする怖さというか。もうこいつらまたやっとるわ。なんだかんだ普通に何とかってんだこいつら。グレンナハートの戦いは大変だっただろう。あんまりこいつら戦ってないよな。
ほぼほぼ他の人やらせてたもんな。ああ、そうなんだ。たった二人で大人になるのはとても大変だったよ。だが、みんなのために自分はどうなってもいいから、グレンの花を引き継ぎたいと思って。そうだよな、ラディ。うん。俺たち仲間のために二人で命張っちゃったんすよ。なんという献身。尊敬に値する。素晴らしい勇気だ。俺も二人で見なければ。何人の魔力は吸われたんだろうな。やれやれ。本当のことは言えねえっすね。でも俺だったらお前ら二人と同じことしてたもん。だから強くは言えない。俺もお前ら側の人間だから。俺も今回はジャミル君のこと見直したっす。あいつも貧乏口ばっかり言ってたんだと思ってた。そうだよな、俺もそうだよ。全く一緒だわ。解釈一致したわ。よかったよかった。ラディ側もそう思ってくれたんだな。よかったよかった。でも俺もラディ、お前も貧乏くじ側だと思ってるからね。なぜセベクと一緒に虹寄ってくんだ。今しがたシルバーと話したんだが、この人の強すぎたとえて二人を友達してるの、ひえーいらねえ。しげちゃん、怖い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 。リリア先輩が言っていた、勇気ある者たちを称える実施は胴上げのほかないと。せめて人数がもっと多くないと。100歩譲って。怖いから、2人で胴上げめちゃくちゃ怖い。ちょっと怖すぎるだろ、絵面。では、後でたもう。え、俺たちも胴上げよ。胴上げなら俺様やるんだぞ。一番軽くていいかもな。本当は工事者に助けてもらったのではないか。そうだよな、工事ちゃん。そうだったかな。おいトレイン先生もう担架で運ばれたよ。腰をやらかして。腰も痛くなろうし、しばらく寝かしてやろう。拙者もまだ部屋で寝ていたかった。体力も魔力もすっかり元に戻った。すごい簡単に治るじゃん。もう元に戻った。凄まじい魔力を持つのに火薬も減らない、さすがですね。やっぱ腹いっぱい食って眠れば治るんだな。僕の言い分を返してください。あなたね、もっと用心深く行動しないといずれ取り返しがつかないことになりますよ。でもちゃんと返してくれるんだな。偉いわ。君はもう少し他人を疑うことを覚えないと。ですが僕は信頼できる先輩です。ですが気軽に契約していて大丈夫ですよ。え、本当に？イデア感あふれるほど優しさと勇気を持つ君ならば救いの鐘を鳴らしてくれると信じていたよ。ルークに対してすごい好感高いなこれ。一応セベク側から見るとイデアも人間側なんだな。まあ一応人間か。頭燃えたいけど。でも頭燃えたいけど別に帽子はつけるんだな。やっぱ胴上げしとくか。お前は足を持て。俺は頭持つぞ。
しょうがない。じゃあ胴上げやめて、俺が頭持つか、セベクは足持ってそのまま運ぶぞ。毎回毎回バグかと思うんだよな、それ。首だけ出てくんの。昔ソーシャルゲームで首だけになるバグいっぱいあったからな。昔はその携帯とかの端末の描写が追いつかなくて。あ、ロガード天使も一緒だったのね。いつも通り薄紅色の方、健康そうで安心したよ。そう、気まずくなるのやめろ。大行動の惨状、確かにな、燃えてたもんな。あいつが全部片付けてくれたからにゃ。あいつ誰だい、誰だい。あいつはあいつさ、そいつでもこいつでもなく、あいつだぜ。あー、そうだった、こいつなんかもう容量がないんだよな。もうわけわかんないこと言うんだよな。そうそうそう、ロロフラム先輩だよ。へえ、片付けてくれたんだ。まあそれは自分の格好だしな。あちこち掃除をしていたがね。これは最高の役目だから、ゆっくり休んでくれって言われちゃった。あいつすごいな、体力あんな。そうですね、ロイヤルソードアカデミーの皆さんの素直さも大変すぎだと思います。強っ。確かに俺も全世界の人間の中で一番誰が苦手かって言われたら皮肉効かねえやつだからな。俺もこうなんかチクチクの皮肉言ったりとかしてチクチク言うタイプなんだけど、お、ありがとうって言われると、あ、こいつには勝てねえなと思うもんな。一番苦手だわ、皮肉効かねえやつが。陰湿な人間にはこういう明らかんとして明るい人間が一番強いんだわ。勝てねえんだわな。そんなこと誰も頼んでないんですけど、なぜわざわざ一人で苦労する。 もしや罪滅ぼしのつもりか。まあ野球部とかでもな、遅刻してきたらトンボ蹴るもんな、グラウンドに。確かにようやったな、あんな。うわ、舞踏会だ。舞踏会ね、一番馴染みがないからな、会の中で。こじちゃん、仮面をつけると普段と雰囲気が変わるな。お前もよく似合っている。見せてくれよ、俺の仮面。俺だけフルフェイスとかないよね。なんか片面だけつけるのもおしゃれだよな、片方の目だけ。お祭りなんだか随分の昔のことにも感じます。俺もです。長い夜だっただろう。無理もないことだ、確かに長い夜だったな。おお、陽キャしかいねえ。ここにあるすべてナイトレイブンカイチのみんなが守った笑顔などな。言うことなしですね。あ、飯あるんだ。
なんだこの呼び出みたいな音、シリじゃないか。あ、ロロ、一切の傷がないなんて男だこいつ。確かにメンタル強えよな。ナイトレブン帰っちゃうみなさん、どうも。照明も？いやまだ分からんぞ。ロロだったらこっからデスゲームを変えさせるかもしれん。俺は？俺は？草むしりしたんだけど俺も。いきなり見バレ？アズルが嬉しいだろうな、まだ。私どもから少しお話を告げられても。そんな時間はない、結構だ。あ、断られた。お、でもマレウスさん、ロロさんのいる舞台の上へどうぞ。今こそ準備してきたあれを披露するときです。びっくりした。ここで暴露するのかと思ったわ。本物の角？もしかしてライトウェーブに返すのマレウス・ドラコニア？加盟してもバレてるじゃねえか。角バレしてんじゃねえか。角にもマスク必要だな。逆になんかイデアがしてるシルクハットとかの方が良かったじゃんか、あいつ角隠れるし。しかも中に角生えてるからシルクハット安定性すごいだろうしな。僕のことを名もなき一回の魔法師と考えてほしい。そしてこの素晴らしい集いの正体に対し感謝の気持ちを示すため、お前たちに贈り物を用意してきた。おい、お前たちって言うな。やばい、デスゲームが始まる。眠らされるのか。受け取って大丈夫なやつだよね。みんなには眠らされるぞ。そうな、お前たちはしないからな。デスゲームの主催だからな。デスゲームの主催でも皆さんって言うからな。そう警戒なさらないでください。警戒するよ、こちら眠らされてんだ。それでは全員準備はいいな。さあ忘れられない夜を始めよう。みんなで楽しもう。もう突然喋るんかい。お、舞踏会で贈り物をしよう。あー、アーカイブだから飛びました。ちょっと後でリズミック入れとくか。じゃあちょっと後取りだけどリズミックやってみるか。近っ。おー、歌ってる歌ってる。
こんな歌なんだ。これ3人の出し物じゃないの？めちゃめちゃみんな踊ってない？鼻かゆい、めちゃめちゃ鼻かゆい。おー、鼻がかゆい。花を描いた、あ、やべやべ。花の上がかゆい、描いた。これは花の町に古くから伝わる歌ではないか。多分アーカイブなのですげえはしょられると思うんだけど、後で入れとくか。後で入れとくからなんか見た手にしようって。うわ、すごかったなまさかマリウスが爆転するとは思わなかったぜ。イデアもな、まさか爆転からの側転した後にね、飛んでくとは思わなかったわ。なぜナイトレイブンカレッジの友達はこの曲を。まさかアズルの服が弾け飛んでな、裸踊りを始めてもなかったわ。この曲はドラコニアがノーブルベルカレッジにプレゼントを用意したいと皆に提案したそうだ。まあ、確かに交流会とか呼ばれればちゃんと準備してくるからな。交流会に招待されたことがとても嬉しかったらしい。そのお礼だと言っていた。首相ではあるんだけどな。まさかそれがあれだけ舞踏会をしたかった理由だというのかね。おー、歌ってる歌ってる。俺今立ち絵ではあのアズール服着てるけど、さっきのリズミックではもう弾いてた感じ。お盆で股間隠してた。あー、イデアも歌ってるじゃねえか。お前歌えたんだな。明日へトゥットゥルー。僕が魔法を使うとお兄さんが楽しそうにしてくれるから、もっともっと一緒にいっぱい遊ぼうね。出てくる弟大体いいやつだ。このゲームに出てくるお兄ちゃん大体性格ひねくれてるけど、弟大体素直だよ。いや、一人違うのいたな。一人ひねくれてるライオンいたわ。歌のプレゼントにして正解やったでしょ。もうでもいいで、歌ったんだな、すげえな。やっぱり知っていたのか俺。
あいつらが準備してたか知ったのか。ああ、なんか気づいたらしてたぜ。そうなんだ。ああ、リリアが知ったのか。なるほどね。あ、トレイン。ああ、トレインも把握してるのね。その細やかな心遣い、それでこそ名門ナイトレブン・グレッツの生徒だ。恋者よ、ぜひこの光景を写真に収めてほしい。学院長や他の生徒たちに報告すねば。きっとみんな喜んで、そして自分たちも名刺上がったとおやじめからだろう。彼らメインボーカルの3人は学園長に借りた魔法のくじ引きで箱を決めたんだけど。ああ、なるほど、そういうことなんだ。ああ、だからイデアも参加したのか。偶然寮長3人が選ばれるなんてことある？ああ、やっぱりその寮長が選ばれやすいっていうのがあったんだろうな、あの魔法のくじ。怖そう？それがいいかもしれん。でもアズールもなんか確か努力魔なんだよな。それかなんかこの歌自体も契約でもらった歌なのかな。歌がうめえやつから契約でもらったのかな。でもなんか努力したみたいな話聞いたけどな、アズール。そんなに歌うまくなかったけど。な、逆にめちゃめちゃ下手なやついねえのかな。リリアはちょっと癖からだけだもんな、あれ。子守歌うまかったし。すぐシャウトしちゃうけど。そりゃ本気出せば歌くらいできちゃいますけど。いいだ。3人でもいいな。あ、グリムがいたわ。歌う。そうか、俺様は今から愛されるよりも上手い歌を披露して、もっと目立っちまえばいいんだな。確かに落ちてたもんな、俺とグリム。お、消えた。僕と一曲踊ってもらえるか。君と遠慮しよう。嫌な客だな。気まずいな。ねえ、これお互い通じ合ったってこと？心の中で何を考えてる。あ、通じなかったわ。全然通じなかったわ。絶望を想像している。まあそうだよな、負けた相手に対して踊らされてたもんな。ムカつくわな。素晴らしいガーゴイルもいて羨ましく感じることだ。ガーゴイルが9割だろ、お前は。この僕を一瞬でも恐怖させた面白い男に出会えた。面白い男。でも知らないな、こいつは。ルークっていうもっと恐ろしい男がいるから。うわーって言う。さすがのマレースもルークとしばらく付き合ってると、うわーって言うと思うぞ。いつかまた救いの鐘の下に会いに行こう。
その日を楽しみにしてるぞ、ロログラム。ときメモかよ。桜の木の下みたいな。伝説の桜の木の下。救いの鐘の下で会おう。うわ、すごい狭いところをカメラが。The end。 お、面白かったね。